サッカーファンの皆さん、こんばんは。キックオフの時間が近づいてきました。絶好のコンディションの中で行われるナイトゲームをお楽しみください。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。生放送でお送りする明治安田生命 J1 リーグの一戦、横浜 F マリノスがセレッソ大阪を相手にします。それぞれ得意とするスタイルはあるでしょうが、いかにその形に持ち込むかが鍵でしょうか。序盤の展開に注目していきましょう。福西さん、今日のゲームですが、両チームともに頼れるエースがいますよね。お互いに相手チームのマークが厳しく来るでしょうから、いかにそれを振り切ることができるのか、そのあたりを見ていくといいんじゃないでしょうか。こちらがホームチームの先発メンバーです。攻撃的な 4-5-1 で戦うようです。カウンターに備えやすいシステムです。今日の試合に出場するアウェーチームのラインナップです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。いよいよ試合が始まります。横浜 F マリノスボールのキックオフです。マルコス・ジュニオー、F マリノスが攻めに出ます。じっくりと出しどころを探しています。相手の動きを見ながらパスをつないでいきます。いい組み立てだったんですが、ボールを奪われましたね。清武博士、荒川力、スペースに見事なスルーパス通します。キーパー止める。間一髪のところで素晴らしいセーブを見せてくれましたね。チームにとっても頼もしいでしょう。これはあるか。予感はありましたが、この攻撃は不発。マルコス・ジュニオ、ディフェンダーのインターセプト。横浜の攻撃です。相手のチャンスをディフェンダーが潰しました。横浜 F マリノスですが、1999年にフリューゲルスと合併しています。フリューゲルス最後の天皇杯は特に印象に残っていますね。強いチームでした。マルコス・ジュニオ、横浜 F マリノスのうまいパス回し、チャンスを伺います。パスが通りません。このパスはカットされました。マルコス・ジュニオ、ボールをドリブルで運んでいます。
これは見事なインターセプト。丸橋祐介、原川力、大久保嘉人、危険な位置です。緊張感が増してきます。松田陸、奥野博明、強い当たりだ。ここまで見る限りポゼッションも同じくらいですし、これといったチャンスも見られませんね。どちらのチームが先に仕掛けてくるでしょうか。見事な視野です。ゴール、ゴール決まった。先制ゴール。リプレイを見てみましょう。狙いすましたスルーパスでしたね。そして強烈なミドルを決めてきました。いや、改めて見ても本当にすごいシュートです。スコアは1対0。ここでハーフタイムを迎えます。前半この選手のプレーがよく効いていました。ハーフタイム直前のゴールは試合の流れを変えました。相手に与えたショックは後半にじわじわ効いてきます。いよいよ試合が始まります。横浜 F マリノスボールのキックオフです。キーパー止める。間一髪のところで素晴らしいセーブを見せてくれましたね。チームに見事な視野です。ゴール、ゴール決まった。先制ゴール。後半の45分が始まります。原川力、奥野博明、大久保嘉人、原川力、ボールを回してチャンスを伺います。大久保嘉人、相手に奪われます。ここはカウンターのチャンス。パスが通る。ゲームを作るパスが光ります。パスをつないできましたが、ここで奪われました。ここはドリブルで前に出ます。ゴールを狙う。ゴールです。
これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。リプレイです。切り替えの早いお手本のようなカウンターでしたね。このミドルシュートは威力もコースも完璧でしたね。今日のハイライトになるんじゃないでしょうか。このパスは通らない。ボールを奪われます。奥野博明、絶好のチャンス。未だ1点を追う展開ですが、このいい流れを追加点につなげたいところでしょう。これはキーパーの位置を見て判断したんでしょうか。よくニアポスト側に打ってきましたね。キーパーはセーブできず、かなり悔しいんじゃないでしょうか。ここで一人交代です。体力的な交代でしょうか。また通ります。ここの二人の関係が非常に光ります。今日のゲーム、マルコス・ジュニオマルコス・ジュニオ、パスを回しながらリズムを作っているんでしょうか。パスで効果的に崩していきます。そうですね、ディフェンスに的を絞らせていませんね。非常に効果的なパス回しができていますね。横浜 F マリノスのうまいパス回し、チャンスを伺います。この試合はまだまだ分かりません。奥野博明、相手にボールを渡してしまいました。奥野博明、前でインターセプトした。素晴らしいパスだ。さあどうなる。パスをこの位置で防ぎます。このチャンスにスタジアムは沸いています。うまく生かすことができるでしょうか。サポーターの期待に応えたいですね。このパスはカットされます。これはカウンターのチャンスです。試合終了。ホームチームがこのリーグ戦で勝利を収めました。なかなか見応えのある試合でしたね。リードを守って勝ち切ったことはチームの今後にもいい影響があると思います。次も期待していますよ。今後につながる活躍ぶりでしたね。
見事な